今回は総集編第36弾です。過去に投稿したヤバい女シリーズ5作を一気にご覧ください。まずは親友の彼氏の略奪に失敗した女のお話です。それではご覧ください。ヨカ、今何してる？明日の課題してる。リクトはもうやった？まだやってない。量かなり多いよ。ヨカに見せてもらうわ。見せません。頼む、今回だけ。それ前も言ってたよね。いや、絶対今回が初めてだ。嘘ついたら見せないよ。ごめんなさい、嘘つきました。はい、そうだよね。ってことで見せて。見せません。え、公約違反じゃない？見せる約束してないよね。それはさすがに非人道的だよな。え、全然違うよね。てか今 LINE してるけど、その間にできるよね？ゆうかとの LINE 楽しすぎて課題できない。マジでうざい。それ言ったら見せてくれると思った？さすがに決定だかと。私そんなにちょろくないから。ゆうかってマジで可愛いよな。スタイルとかも良くて、出るところ出てるし、マジで魅力的だわ。ちょっとストップ。初めは普通に嬉しかったけど、途中からセクハラだよ。そんなつもりなかった。ただ単に思ったことを言っただけ。それがセクハラなんだよ。明日マジで見せてくれよ。嫌だ、絶対見せません。課題見せてくれないの？ね、そっち？ん、何の話してんだ？あ、もしかして、ゆかって案外大胆なんだな。マジでうざい。いや、そういう話してたじゃん。誰だってそっちだと思うよ。いや、なんか、びっくりしたよ。やめてやめてやめて。ってことで、明日課題見せてな。無理って言ってもどうせ見てくるよね。正解、よくわかってるな。自分のためにならないよ。いいんだよ。じゃあ私課題やるから。おう、俺も一応解いてみるけど、無理そうなら電話で聞くわ。無理、出ない。無理、出るまでかける。うざいって。翌日。ねえ、ゆうかってリクト好きなの？え、どうしたの、マリー？なんか今日二人で騒いでたし。あ、課題の件だね。リクトはやるって言ってたのに全然やってこなかったの。ありえなくない？で、どうなの？リクトのこと好きなの？いや、別に、どうだろう。ただの友達って感じだよ。それがどうかしたの？なら問題ないね。ん、何が？私、リクトと付き合おうと思うの。え？普通にイケメンだし優しいし、話も面白いから前から好きだったの。優香が仲良くしてたみたいだけど、好きじゃないならいいよね。え、マリって彼氏いたよね？今日別れた。え、今日別れたの？なんで？なんか飽きた。私のこと好きすぎてしんどかった。なんか求められると冷めるんだよね。私は追いかけていたいんだよね。ってことでいいよね。明日からアプローチしていくから、ゆうかは近づかないでね。ごめん、マリ。何？嘘ついた。私実はリクトが好きなの。今はまだ友達のままだけど、いずれは付き合いたいと思ってる。もう好きになってから半年経つし、毎日続いてる LINE も楽しいし、向こうはどう思ってるか知らないけど、私は本当に好きなの。だからマリー、告白しないでほしい。やっぱ好きなんじゃん。うん、ごめん。優香は親友だからね。ごめんね、ありがとうマリー。私頑張って彼女になるね。ん？何勘違いしてんの？私譲る気ないよ。え？勝手に私の未来決めないで。親友だからってそれは無理だよ。正々堂々勝負しようね。ちょっと待ってよ、なんでなの？マリはリクトのこと好きだったの？昨日まで彼氏いたんだよね。絶対好きじゃないよね。彼氏はいたけど、それはまた別の話。優香は彼氏いたことないからわからないね。でもリクトは前からイケメンだって思ってたし、付き合えるなら付き合いたいよね。イケメンなら他にもいるじゃん。なんでリクトなの？それはわからない。私が好きって知ってたよね。わざわざリクトじゃなくても。付き合ってるならまだしも、まだ片思い中だよね。それだったら問題なくない？だって絶対興味なかったもん。それは言ってなかっただけ。私は前から好きだったよ。そんなことないよ。なんでそんなことわかるの？私の心すべて理解してるの？それはしてないよね。だったら文句言わないでよ。どっちがリクトと付き合えるか、明日から勝負だね。
翌日。ねえ、ゆうか。リクトってやっぱイケメンだね。今日近くで喋ってわかった。私にふさわしい彼氏かも。ねえ、本当にやめてよ。リクトから可愛い情報を聞いたよ。勝負を公平にするために、ゆうかにも共有しておくね。リクトって彼女できたことないんだって。キスもしたことないし、それ以上の方ももちろんないって、なんか可愛くない？リクトみたいなイケメンだったら、もうとっくに経験済みかと思った。今日手とか触った時に、そういう経験ないのか知らないけど、顔が真っ赤になっててさ。マジで可愛かったよ。ゆうかはリクトのそういう顔見たことある？あれ？ゆうか、どうしたの？さっきから返信ないけど。聞きたくない。あれ？なんでかな？大好きなリクトの情報だよ。うるさい。え？なんで怒ってんの？私決めたの。リクトの童貞奪っちゃう。私って経験豊富だからさ、いっぱいリードしちゃうんだ。もしそうなったら、また感想送るね。送らないで。マジで怒ってんじゃん。お腹痛いんだけど。今からまたリクトに電話しようっと。じゃあねー。翌日。なあ、ゆか。俺、何か悪いことしたか？え、何が？ここ2日全然 LINE くれないし、教室でも喋ってこないし、もしかして、課題のやつ怒ってる。怒ってるなら本当にごめん。ちゃんと自分の分は自分でする。だから俺のこと許してほしい。別に怒ってないよ。え、そうなの？だったらなんで？マリと喋ってるじゃん。め、楽しそうに喋ってるんだから、もう私は必要ないじゃん。確かに小沢最近急に絡んでくるけど、あれは一体何なんだ？確か優香とは仲いいよね。うん、仲良かった。過呼吸？今は悪いの？ちょっといろいろあってね。いろいろってなんだ？言いたくない。言えないことなのか？うん、そうだね。話してほしい。嫌だ。なんでだよ。逆になんで聞きたいの？もう私のことなんかどうでもいいじゃん。なんでそうなるんだよ。だって気にならないじゃん、私のことなんて。そんなことないって。じゃあなんで？好きだからだよ。え、あ、今のは。え、好きって？うん、好きだ。本当なの？うん、優香のこと好きだ。俺のことは嫌いか？そんなわけない。じゃあ好き？うん。え、マジ？うん。いやわ、マジで言ってる？うん。じゃあ付き合ってほしい。うん。以外言ってくれよ。アンドロイドか何かか？違うよ。だって本当にいいの？それはこっちのセリフだよ。マジで俺でいいのか？私ずっと前から好きだったの。マジ？じゃないとこんな毎日 LINE しないよ。そうだよな、俺も好きだった。でもなかなか言い出せなくて、不安にさせてしまってごめん。俺こういうの慣れてなくて。ううん、うん、私の方こそごめん。勝手に機嫌悪くなっちゃって。いや、俺のせいだ。でもマリのことはいいの？本当に私でいいの？なんでそんなこと言うんだよ。だってマリの方が可愛いし、みんなマリと付き合うし。過去何があったか知らないけど、俺は優香の方が可愛いと思うし、好きって気持ちも圧倒的にある。だから優香と付き合いたい。ありがとう。マリもリクトのこと狙ってたから、私超不安になって。だから疎遠になったのか。うん、ごめんね。もう謝るなよ、俺たち付き合ったんだから。うん、ありがとう。やばい、付き合えた嬉しさで課題が全く手につかねえ。明日見せてくれるか？見せません。くそー。なあ、一つお願いあるんだけど。何？電話で伝える。頼む。まあいいよ、恥ずかしいけどストーリーなら一日で消えるし。やったー、優香大好きだ。うるさい。1時間後。今日もリクトかっこよかったな。私が目見て話そうって言っても目そらしてるんだ。マジで可愛いよね。私決めた、明日告白する。どう？今の気分は。好きな男を取られた気分は。悔しいよね。でも仕方ないよね、私の方が圧倒的に可愛いんだから。1時間前に付き合ったよ。え？だからすごく嬉しい気分。何言ってんの？付き合ったって誰と？リクトに決まってるじゃん。いやいやいや、それはないよね。あ、わかった、嘘ついてるんだ。
ああ、悲しいね。現実では付き合えないから、妄想で付き合ってることにしてるんだ。なんて哀れな女なの？紛れもなく現実ですけど、もし疑ってるんなら、リクトのインスタとか見てみたら？さっき私と付き合った LINE のスクショ、載せてるみたいだから。は？そんなわけない。え？マジじゃん。なんかマジで恥ずかしいわ。ストーリーだから一日で消えるけど。何これ、これで私に勝ったつもり？明らかに勝ちだよね。うざ。うざいのはあんただよ。私がリクト好きなの知った途端にリクトのこと狙い出して、マジで性格悪いよね。前の彼氏もそんなことして略奪してたよね。だから友達減るんだよ。うるさい。私が一番可愛いの。それで自己顕示欲保ってるんだね。でもそんなやり方続けてたらマジで誰からも愛されないよ。現に私はもう関わりたくないし。うるさいうるさいうるさい。さっきリクトにもこのこと言ったし、かなり怒ってたよ。 LINE もブロックしたみたいだし、今後はもう私たちに関わらないでね。それじゃあね、略奪癖の悪女さん。後日談。こんばんは、ゆうかです。翌日からマリとは一切 LINE も会話もしなくなりました。マリの略奪行為は過去に何度も行われていて、今回のでマリは完全に孤立しました。校内でヤバいやつ認定されたマリは、出会い系アプリを使ってパパ活をし始めたそうです。しかし同じクラスの子に現場を目撃されてしまい、学校に通報されて退学処分になっていました。私とリクトは半年経った今でも仲良く付き合っています。相変わらず課題をやってこないのだけが唯一の不満点です。今回は総集編第36弾です。過去に投稿したヤバい女シリーズ5作を一気にご覧ください。まずは親友の彼氏の略奪に失敗した女のお話です。それではご覧ください。シンジ、今大丈夫？何？大丈夫だよ。話してもいい？電話？ううん、マジでいい。わかった。どうした？私のこと好き？ん？好きだけど。本当？もちろんだよ。だから結婚してるんだし。だよね。どうしたの？何があった？私ね、今迷ってるの。何に？社長になる気はない？社長？何の話？今の会社辞めて起業して社長になる気はない？ごめん、全く話が見えてこない。そう、ないのね。まあその話に関してはノーだな。分かった、決めた。私と離婚してください。はい？シンジはいい人だしすごく好き。でもこのままじゃ波の人生で終わっちゃう。私はもっと幸せになりたい。そのためにはお金が必要なの。だから離婚してください。電話で説得してこようとしても無駄。シンジは口がうまいから何でもすぐに言いくるめられる。待ってくれ楓、いきなりどうしたんだよ。誰かに何かそそのかされたのか？ううん、そんなんじゃない。このまま生活してても裕福な生活できないと思うの。こんな言い方したくないけど、今でも十分な生活だと思うぞ。は？どこが？楓は結婚した時に仕事辞めて専業主婦になりたいって言ってたよな。うん、それが何？今の時代、旦那の仕事だけで生活成り立つって少なくなってるよ。子供いないんだから普通じゃない？てか年収500万程度でしょ。そんなんじゃ贅沢できない。年1回の海外旅行は贅沢じゃないのか？それを月1回にはできないよね。貧乏ってことじゃん。どこの家庭が月1回に海外旅行に行くんだよ。いるよ。いるなら紹介してくれ。そんなに言うならいいよ。は？ちょっとグループ作るね。グループ？どういうこと？1分後。のりゆき、お待たせ。やっぱりすぐには同意してもらえなかった。おい楓、これは一体なんだ？どうもっす、シンジさん。単刀直入に言います。楓を解放してあげろ。は？お前誰だよ？のりゆきって言います。知らないけど誰？楓とはどういう関係ですか？あれ？楓言ってないの？うん、まだ言えてなくて。ああ、じゃあ俺から言うわ。俺と楓は恋人関係です。というか婚約もしてます。なので早くお前は別れろ。楓をいつまでも貧乏の紐で縛りつけるな。婚約？何言ってるんですか？私と楓は婚姻関係にありますよ。だからそれを早くやめろって言ってんの。頭固すぎ。そりゃ貧乏だわ。楓、
付き合ってるのは本当なのか。うん。お前正気か。本気だよ。さっきのでもう判明した。私にふさわしい相手はのりゆきだけ。離婚してください。こんな大事な話 LINE でするのか。だって今決めたいもん。俺が何をした。散々言ってるじゃん、貧乏だって。のりゆきはね、お父さんが社長でそこの御曹司なの。住んでる家も都内のタワマンで、そこの最上階なの。家賃に換算したら50万円。長男だから自動的に社長になるし、会社自体が大きいから基本何もしなくていいの。自動的にお金が入ってくるのね。これが本当のお金持ち。そんな人とたまたま知り合って乗り換えない方がおかしいでしょ。の？この通りだ。さっさと別れろよ。なるほど、よくわかったよ。お前らがバカすぎるってことか。は？負け惜しみ？離婚は確定でいいけど、詳しい話は直接しよう。あとあと揉めたくないからな。え？早くしてよ。でかこいつ今どこいんの？出張で大阪にいるの。出た出張。雇われてる側の人間は自由聞かないからな。本当にそれ。年収500万ポッチででかい顔されてもね。本当それ。あ、今日の晩ご飯どうする？家に寿司職人でも呼ぶか？それ最高。オッケー。親父に電話しとくわ。ありがとう。数日後。離婚してくれてありがとう。私幸せになります。約束はしっかり守れよ。約束？慰謝料だよ。それぞれ500万ずつって覚書に記入しただろ。ああ、それね。うん、成幸が2人分払うから何の問題もないよ。期日は1週間以内だぞ。はいはい。てか成幸とも言ってた、離婚の慰謝料で合計1000万って頭おかしいよねって。本当に貧乏だったんだね。お前は不倫をしたんだ。その制裁として慰謝料を払う。それは当然のことだろう。それにしても1000万って。嫌なら裁判するか。そういうの面倒だからいいの。だよな、会社としても困るもんな。社長の息子が不倫してたって世間に発表するのは加速だね。本当に別れてよかったと思うわ。不倫してるやつが何言ってんだよ。こっちは散々お前の願いを叶えてきてやったのに、最後がこの裏切りかよ。マジで最低の女だな。願いって何？もしかして海外旅行のこと？あんなの普通だよ。でかいことしたみたいに言わないで。でも不運なのは認めるよ。だってのりゆきが私に出会ってなけりゃこんなことにはなってないもんね。でも諦めなければいいんだね。シンジと結婚して思ってたの。私の人生これでいいのかって。もっと幸せにしてくれそうな人が現れるんじゃないか、そう思い続けてたの。ってことはずっと不倫願望があったのか。またそんな言い方して。稼ぎが少ないから躊躇してたの。シンジがもっと稼いでくれば、私だってシンジ一人にしたよ。シンジと一生一緒に暮らしたいと思えば子供だって作ろうとしたよ。でも一向に収入増えないし、昇進の話だって聞かない。そんなので私と続くと思った。大間違いだよ。もういいかな。離婚した以上もう赤の他人だから。そういう聞き分けのないところが私は好きじゃなかったかな。そうか、もうどうでもいいわ。じゃあな、さようなら。1週間後。振り込みまだか。お前のところの会社にも連絡したけど返信ないぞ。もうちょっと待ってくれ。何？どうした？1000万円なんかすぐに支払えるんだろ。早く頼めよパパに。わかってるよ、もう少し待てよ。翌日。慰謝料なんだけど500万にしてくれないか。は？親父に頼んでたんだけど、お前のは払ってやるが相手の分は知らないって言われたんだ。なるほど。でもお前が支払うって言ってたよな。それについても確認したんだが、契約書には俺が500万、楓が500万って記載してあった。だから俺の支払い分は500万だ。ってことはなんだ、お前は楓の分は支払わないと。おお。楓はそれ知ってるのか。いや、まだ。あの、このことは世間にバラすなよ。週刊記者にも垂れ込むなよ。もちろん、それが条件だったからな。じゃあな、のりゆき。お前多分地獄に落ちるぞ。1時間後。おい、帰れ。あ、何？もう赤の他人なんでしょ？連絡してこないでって言ったよね。こっちは今忙しいんだから。慰謝料の振り込みまだか？は？500万、まだか？あのね、もう払わないよ。どんだけお金欲しいわけ？もう払わないじゃなくて支払われてないから催促してんだよ。何言ってんの？
500万は支払ったでしょ。支払われてない。振り込まれたのは範之の500万のみ。お前の分はまだだぞ。そんなはずない。慰謝料は範之が払うんだよ。よく確認して。どうせわかることだから言うけど、お前多分捨てられたぞ。え？さっき範之に催促の LINE をした。そしたら楓の分は支払わないとさ。おそらく父親からストップかかったんだろうな。不倫相手なんかに金は渡さんって。嘘でしょ。そんなはずない。じゃあ楓から連絡取ってみたら。まあそれも連絡取れたらの話だけど、繋がらないんだろう。なんで知ってんの。まあ憶測だな。え、嘘。私どうなるの。自力で返すしかない。それか実家に泣きついたらどうだ。そんなの無理。私仕事してないし、実家だって年金暮らしなの。じゃあ誰かに金借りるしかないな。言っとくけど、俺は容赦しないぞ。裏切られてあそこまでコケにされたんだ。今さら許す気にはなれないよ。面倒だから電話勘弁。話があるなら俺の弁護士に。翌日。おい、お前、楓に何て言ったんだよ。今朝会社に突撃してきたぞ。まあ、そりゃそうだろうな。は？だってあいつは捨てられたからな。金持ちで幸せになる予定で、旦那と不倫相手を失って借金500万だけ残ったからな。そりゃ躍起にもなるよな。お前のせいで大変なことになった。自業自得だろ。俺が今どんな目に遭ってるかお前にはわからないだろ。親子の縁切られたんだろ。なんで知ってんだよ。さっきお前の親父、つまり社長が会いに来たよ。今回の件は大変申し訳なかったって。その時にお前の処分を聞いたんだよ。残念だったな。長男なのに会社継げなくて。まあたとえ不倫してなくてもお前に継がせる気はなかったそうだけどな。うだってそうだろ。ろくに経営スキルもないやつに会社の命運を任せられないだろ。弟はかなり優秀らしいな。海外支社に出張してて、そこで成果上げて来年帰ってくるらしいな。それ聞いて思ったよ。お前は劣等感に苛まれたかわいそうな人間だって。黙れ。自分では何もできないから他人のものを盗んで優越感に浸る。それくらいしか発散できないもんな。黙れよ。せっかく親ガチャが成功したのに、その後の生き方下手すぎんだろ。お前みたいなやつは一生どこでも成功できないよ。黙れって言ってんだろ。お前に何がわかんだよ。俺の何がわかんだよ。わからねえよ。わかってたまるか。他人の家庭壊しといて平気で笑ってられるようなやつの思考なんか誰がわかるか。反省しやがれクソが。1ヶ月後。誕生日おめでとう、シンジ。本当は2人でお祝いしたかった。でもできなかった。私がバカだったから。私が騙されたから。今は本当に辛い生活をしてます。実家から出ること許されてなくて、一生低賃金で働かされてます。あの頃に戻りたい。シンジと結婚してたあの頃に戻りたい。もう二度と間違いは犯さない。しっかり家事もするし、子供ができたら子育てもします。だから家に戻してください。お願いします。はあ、ブロックすんの忘れてた。お前の顔なんか見たくねえ。もう俺に関わってくんな。後日談。こんばんは、シンジです。楓からの慰謝料は楓の実家が家を売り払う形で支払われました。最初の頃は向こうの家族総出で復縁を要求してきました。しかしこちらとしてはありえない裏切られ方をされました。なので一切妥協することなく500万円回収しました。今では小さいアパートを借りて家族3人で暮らしてるそうです。また範之についてですが、現在消息が全くの不明です。どこで何をしてるか分かりません。俺はというと、離婚をきっかけに全力で仕事に取り組みました。暴論だったとはいえ、低収入という言葉にずっと引っかかっていました。するとその成果が出たのか、つい最近昇進が決まりました。最近彼女もできたので、その子と海外旅行でも行こうと思います。続いては、高校在学中に結婚を熱望してるメンヘラ彼女に別れを告げたというお話です。これは投稿者ホテル橋本の知人のお話です。それではご覧ください。ねえ和樹、私たちってもう付き合って半年になるよね。そうだな。私たちもう高校生だし、そろそろ将来のこと考えたい。将来のこと？うん、結婚したいって思ってる。え、結婚？うん。ユナはもう高校生って言ってたけど、俺にとってはまだ高校生って感覚かな。いうこと？まだ少し早くない？そんなことないよ。年齢的にも結婚できるよね。まあそれはそうだけど。私のこと好きじゃないの？好きだよ。
でも今年3年生だし、そろそろ受験勉強したいし。それは応援してるよ。ありがとう。ユナは受験しないの？しないかな。卒業したらカズキの嫁さんになる。え、本気なの？当たり前。私なりにいろいろ考えてるんだよ。いろいろって？まず子供は5人欲しいと思ってる。男の子3人と女の子2人が理想かな。5人も？うん、愛にあふれる家庭を作りたい。少し多くないか？そうかな。子供5人も養っていくって相当稼がないとダメだよな。だろうね。だから頑張ってね。カズキならいけるよ。いや、ちょっと無責任すぎない？無責任って何？私は私で考えてるの。じゃあ聞くけど、カズキは？カズキはどういう家庭築きたいの？そもそもすぐに結婚は。遊びで付き合ってたってこと？そうじゃない。そう聞こえるよ。ごめん、誤解を招く言い方した。予備校の授業始まるからまた後で連絡する。翌日土曜日暇？ごめん、一日中予備校にこもってる。ちょっとの時間もないの？ずっと缶詰になってるからな。パパとママに会ってほしいの。え？ユナの両親に？うん、まだ一回も会ってないよね。ないけど、今必要なこと？必要だよ。受験終わってからじゃダメか？今必要なことだよ。パパとママも気になってるよ。自分たちの娘がどんな人と結婚するかって。昨日結婚の話したら大喜びしてくれたの。お祝いにケーキも用意するらしいから、土曜日は家に来てほしいな。ごめん、あの話本当なのか？高校卒業したら結婚するってやつ。うん、だって約束してくれたよね。いや、したつもりはないよ。は？言い過ぎたことを謝罪しただけで。私のこと好きだよね。うん。じゃあ結婚じゃん。好きイコール結婚なのか？真剣交際ってそういうことだよね。昨日も言ったけど、俺たちはまだ高校生だ。俺は今大学進学したくて一生懸命受験勉強してるんだ。結婚なんかしたら大学なんか行けないだろう。でも18歳で結婚してる人いるよ。それはそういう例もあるってだけだろ。俺は大学に行きたいんだよ。この俺の気持ちわからないか？わかるよ。わかるけど、私も早く結婚したいの。お金のこととか大変なことはたくさんあると思う。でも和樹と2人で乗り越えたいの。いや、普通に厳しいだろ。なんで？だって子供産む予定なんだろ。うん、長男蓮、長女葵、次男いつき、三男春、次女みなとだよ。は？何それ？名前だよ。この通り生まれてきてくれたらこうやって名前つけようかなって。子作りも頑張ろうね。いや、さすがにヤバすぎる。なんでもう名前決まってんだよ。俺らまだ結婚も決まってない高校3年生なんだぞ。俺怖いよ。何が怖いの？好きなんだよね、私のこと。私絶対いい奥さんになるよ。だから手放さない方がいいよ。とにかく今週の土曜は無理。じゃあ勉強に戻る。1週間後。 1LDK じゃ狭いよね。は？何の話？決まってるじゃん。私たちが4月から住む家の話。受験勉強で大変だろうけど、今度は2人で物件とか見に行こう。それマジで言ってんの？もちろん。こういうのは一緒に決めないとね。でも新居って大変だよね。カズキって今貯金どれくらいある？昨日いろいろ見てたら初期費用とかが結構かかるみたいなの。金なんかあるわけないだろ。高校生だぞ俺たち。なんで怒ってんの？怒るってより恐怖。ずっと疑問に思ってたけど、なんでそこまで結婚にこだわるの？別にこのままでいいじゃん。そんなの決まってる。好きだから、一生一緒にいたいから。その気持ちはわかる。でも今はまだその時期じゃないと思う。お互いもっと大人になってから、それでも好きだったら結婚しよう。これでよくないか？全然ダメ。私は今結婚したいの。でも金ないんだよね。それはなんとかなる。ならないからみんなしないんだよ。あのさ、計画性なさすぎないか？はっきり言って重いよ。俺何回も言ってるよな、受験に集中させてくれって。なんでそれに協力してくれない？寂しい。は？ずっと勉強してはないよね。その休憩してる時間は LINE とか会話とかできるよね。それは今こうやってしてるよな。
前はもっと多かった。それが嫌なの。もうダメだ、ちょっと距離置こう。え、何距離置くってどういうことなの。ほぼそのままの意味、受験終わるまでそっとしててくれ、遊びにも誘わないでくれ。やだ、そんなの嫌だよ、もっと一緒に過ごしたい。翌日、おい、家の前で何してんだよ。分かってるなら出てきて。は？和樹が家から出てくるまで私ここから動かないから。意味不明なこと言うな、迷惑だから帰れ。帰らない。親にバレるまでに帰ってくれ、マジでお願いだから。それが彼女にかける言葉？家に来たんだから紹介してよ、ちょうどいい機会だ。ねえ聞いてる？大声出すよ、ねえってば。もういい、別れる。え？もうこんな彼女じゃねえわ、うざいんだよ。やだ、そんなの絶対に嫌。なんで出ないの？出れるはずだよね。出たくないから出ないんだよ。今母親にバレた、家の前に不審人物がいるって。今警察に電話してるところだ。厄介なことに巻き込まれたくないなら今すぐそこから立ち去った方がいい。説得して、彼女だって説明してよ。別れたから彼女じゃない。別れてない。俺は別れたと思ってる。やだ、絶対ここを離れたくない。じゃあおとなしく警察に補導されるんだな、お疲れ様。警察に行ったら虐待されたって言う。はあ？彼氏の和樹にモラハラされたって暴露してやるから、それされたくなかったら別れを撤回して結婚して、それが条件だよ。もううんざりだ、お前に人生振り回されるのは。頼むから俺の人生邪魔しないでくれ、他人にも迷惑かけるな、これで本当に終わりにする。じゃあな。1年後。受験お疲れ様、これでやっと元通りだね。ここ半年くらいずっと辛かった、会いたくても会えない辛い日々がずっと続いてた。でも我慢してよかった、第一志望合格って聞いて一人で大泣きしちゃった。ありがとう、私のために。でもこれで決心ついたね、私も私にできること頑張る。私も一年頑張ったんだよ、4月から始まる新生活に一人前の専業主婦として頑張れるように。この一年間ママと一緒に頑張った、ありがとう和樹。今夜会えますか？お互いの両親も交えて親睦会をやりましょう。あ、別れたの忘れてる？え？なんか忘れてそうだな。別れたって何？自分に都合のいいように解釈してる？記憶ごっそり抜けてんのか？だったら一から説明してやる。お前警察に補導されたよな、住居不退去って罪で。してない。したから言ってんだよ、俺はもうその時、いや本当はその少し前からお前とは別れてんだよ。認めてない。認めないも何も付き合ってないから。片方の意見だけで付き合えたらこの世から非リア充はなくなるぞ。受験は終わったじゃん、私たちが会えない時間は受験中だけ、それが終わったらまた恋人同士に戻る、そう約束したよね。それは一個前だな。一個前？俺は最初その約束で付き合いを続けるつもりだった。でもその約束をユナが破ったんだろ。俺はそれに耐えきれなくなってユナと別れを決意したんだぞ。それなのに受験終わった瞬間おめでとうと結婚しようの LINE？ こんな怖いことないわ。一緒に住みたい。無理だって言ってんだろ。素敵な物件見つけたの、頭金に関してはパパが出してくれる、実はもう支払いも終わってる、だからもう住むしかないの、わかる？言ってる意味。意味わかるけど物理的にも無理だな。物理的に？俺の第一志望見てなかったのか？俺は実家を離れて関東に住む。え？な？物理的に無理だろ。もう支払い終わってるの、だから住むしかないの。じゃあ住めば俺以外の男と。そんなの無理、和樹以外考えられない。私も東京に行く。は？東京に行って和樹と住む。無理だ。なんで？彼女として嫁として当然。あと言い忘れたけど俺新しい彼女できたから。は？ってことでさようなら。誰？新しい彼女って誰？教えて、嘘なんだよね。嘘じゃないよ、予備校で知り合った可愛い彼女だよ。その彼女も東京の大学に決まったから
高校卒業したら二人の時間も増えそうだな。だから4月が楽しみだよ。お前と離れることができて彼女と一緒にいる時間が増えるんだから。許さない、絶対に許さない。電話出ろ。電話に出ろよ。マジで無理だから。その女絶対許さない。私からカズキを奪うなんて許さない。おい、ブロック解除しろ。いい加減にしろ。私を見捨てて幸せになれると思うな。幸せになるなら私も幸せにしろ。それが彼氏の役目だろ。おい、怒ってごめんなさい。でもこの現実だけは受け入れられない。カズキがいない世界なんて生きてる価値ありません。お願いです、カズキ、私を救いに来てください。じゃないと私。後日談。こんばんは、井端和樹です。この後半年前のようにユナが家の前まで来ました。裏切るな、結婚しろと家の前で大声を出していました。本当に迷惑だったのでブチ切れそうになりましたが、その前に母親が警察を呼びました。度重なる迷惑行為にさすがに向こうの両親もこちらに謝る一方でした。娘のしでかしたことにただただ謝る父と母。どうしてあんないい両親のもとにあんな娘が生まれてしまったのでしょうか。ちなみに彼女できたというのは嘘です。受験にあれだけ忙しかったのです。そんな都合よく彼女はできません。あいつが諦めてくれるかも、そう思ってついた嘘でした。ただ予備校で知り合った女の子と頻繁に連絡を取っているという事実はあります。その子も東京に行くので一緒に遊ぼうねと約束してます。そこから付き合えるかどうかは分かりませんが、精一杯頑張ってみせます。動画ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。続いては不倫相手の金でネイルサロンを開いた女のお話です。桃鉄は友情崩壊ゲームです。それではご覧ください。会社辞めてきた。え、本当に？うん、あんなブラックな環境下でよく頑張ったと思わない？まあ確かにそうだけど、これからどうするの？とりあえずプーかな。お金は金明が出してくれるし。まだ金明さんと関係続いてるの？うん、喧嘩して別れたんじゃ。無理やり家立つして仲直りした。やっぱり積極性って大事だよね。そうかもしれないけど、早く奥さんと別れてくれないかな。子供産めないんだったらさっさと私に渡してほしいよね。前に奥さんにバレそうになったって言ってたけど大丈夫だったの？大丈夫大丈夫、奥さん鈍感だし。そうなんだね。それより舞はどうなの？どうって？ゆうきとどうなの？付き合ってもう長いんでしょ？そうだね。何ヶ月だっけ？もう1年と3ヶ月くらい。え、もう1年経ってた？うん。1年記念は何したの？2人でお鍋したよ。え、まさか家でお祝い？え、それ最悪じゃない？そう？なんか低予算というか愛されてる感じしなくない？そんなことないよ。外で食べるより二人の時間過ごせるし。だったら個室取ってほしいよね。私と金明の1年記念はディズニーホテルだったよ。キャラクターたちに囲まれて大きなケーキでお祝いしてもらった。インスタで見た。ありがとう。あれくらい祝ってほしいっていうのは私のわがままなのかな。みんなが金明さんみたいにお金持ちじゃないからね。ユキって何の仕事してる人？サラリーマンだよ。なるほど。なんか夢ないね。別に求めてない。舞はそれでいいの？全然いいよ。贅沢とかあんまり興味ない。まあそれは人それぞれか。またご飯行こうね。え、予定あったら行こう。はーい。1時間後。もう綾と会うのやめようかな。え、どうした？学生時代からの親友じゃないのか？ああ、その関係性でやってきたんだけどなんか価値観違うし。そうなのか。未だに不倫してることを私に自慢してくるし。嘘だろ？あの社長とまだ続いてんの？そうみたい。罪悪感みたいなのがまるでなくて、それに贅沢こそこの世の全てみたいな感じで喋ってくるからなんか一緒にいても疲れるんだよね。なあ、いるよな、見栄張るために生きてる人。そう、だからもう二人で会うのはやめようかなって。他に誰かいたりしたらいいんだけど。いいんじゃない、舞がそう思うんなら。だよね。人付き合いなんか無理する必要ないよ。仕事ならまだしもプライベートだろ。うん、なんなら綾は仕事辞めたし、
え、そうなの？辞めて何するとかも何も決まってないみたい。まあ辞めても社長というパトロンがいるからな。だね。こんな関係いつまでも続かないのに。間違いない。厄介になる前に切ったら。そうだね。話聞いてくれてありがとう。何でも相談してくれ。1ヶ月後、ネイルサロン開くことにした。え？夢だったんだよね、自分のお店持つの。店員としてじゃなくて？うん、なんか働いて気づいたんだけど、私って雇われるの苦手なんだよね。指示されるのとかうざいし、だから自分で開くことにした。そうなんだ。お金はどうしたの？銀行から融資されたの？それなんて読むの？お金は金明に出してもらった。え？開店資金を？うん、居抜きだったから安く済んだんだけど、それでも300万くらいかかったもん。私一人じゃ無理だし、金明が出してくれるって言うから。そうなんだ、よかったね。やっぱり女は愛嬌だよね。出してもらったのは開店資金だけ？うん、家賃も出してもらうよ。すごいね。普通じゃない？彼女が店出すんだったらそれくらい出すのが彼氏だよ。いや、なかなか出せないよ。まあ私が勇気と付き合ってたら出してくれないだろうね。そうだね。あ、悪く聞こえたらごめんね。別に勇気が悪いわけじゃないから。金明が特別金持ちってだけだから。全然大丈夫だよ。お店頑張ってね。うん、舞もネイルしたかったらうちに寄ってね。それとまたご飯行こう。1時間後。聞いて勇気。何？あやが不倫相手のお金でネイルサロン始めるんだって。え？どういうこと？開店資金から毎月の家賃まで全部金明さんに出してもらうんだって。やば、太っ腹すぎる。すごいよね。てかそんな店絶対うまくいかないだろう。私もそう思う。ろくに経営センスもないし、性格的に客商売向いてなさそう。あんな無神経なやつ無理だろ。てかいくらかかったんだ？開店資金だけで300万。高え。さすがにバレるだろ嫁に。私もそう思うんだけど、もしかして本当に鈍感なのかな。それか多少の不倫なら奥さん見て見ぬふりしてんじゃね。ほら、不倫許さないとなると離婚するかもしれないだろ。そしたら今ある生活が終わるから、それで耐えてるって感じじゃね。ありえるかもね。それ何にしてもネイルサロンはすぐ終わるな。私もそっちに1票。もちろん俺も閉店に1票。賭け事にならないね。間違いない。てか LINE はしてるんだな。うん、あれ以来ご飯は1回もないけどね。さすがに LINE 無視したらかわいそうで。どこまでも優しいな。本当に優しかったらここで陰口叩いてない。確かに性格悪いな。はい。1ヶ月後。マイ、韓国行こう。2泊3日くらいで。ごめん無理だわ。なんでよ。来月の3連休あるじゃん。会社休みでしょ？会社は休みだけど、ユキと予定あるし。たまには私との時間も作ってよ。最近飲みにも行けてないし。私何かした？何かしたとかじゃなくて、普通に忙しかったりしてるだけだよ。それにあやだって大変でしょ？なんで？ネイルサロンにとって3連休は稼ぎ時じゃん。予約断るなんてもったいないよ。別にそれは休みにすればいいよ。人生楽しまなきゃだし。いやでも、もしうまくいってなくても家賃は払ってくれるし、ほぼノーダメージだから。なるほどね。お願い、一緒に韓国行こう。多分無理だと思うけど、一応勇気に聞いてみるね。ありがとう。10分後。勇気、来週の3連休で忙しい？いや全然、3日間とも全部休みだよ。じゃあ温泉旅館でも行かない？もういいね。たまには贅沢しよっか。やった。今貯金箱確認したら20万くらい入ってた。え、そんなに溜まってた？毎月コツコツ貯めてたからな。そのための節約だもんね。もう、あ、前言ってたあそこ行く？石川の温泉旅館、あの日本一のとこ。加賀屋温泉？それ行きたい。オッケー。じゃあ俺予約サイト見て一番安く済むところから予約する。ありがとう。これで綾の予定断れる。あ、どういうこと？なんか韓国旅行の提案されてた。マジか、行かなくていいのか？うん、行きたくないから予定埋めた。おい、俺は道具か？ごめん、そんなつもりない。分かってる。肉と海鮮コースどっちにする？海鮮コース。オッケー。翌日。
まあいい、韓国行くよね。ごめん、彼氏に確認したけどやっぱり無理そう。マジか。うん、ごめんね。また飲みに行こうね。うん、明日とかは？ごめん、明日は無理。はーい。1ヶ月後。マイ、今電話できる？電車ナウ。いつ降りる？ごめん、30分は乗ってるかも。30分後電話してもいい？すぐに友達と会うから厳しい。そっか。何かあったの？金明と喧嘩した。え？浮気してた。マジでありえない。浮気っていうのは？私以外の女いたの。奥さんとは別にってこと？そう、マジありえない。話聞いてほしい。そっか、大変だね。今日夜時間ある？その予定何時に終わる？わかんない。終わったら電話したい。いいよ、ありがとう。翌日。勇気、速報。何？あやと金明さん破局しました。へへ。原因は金明さんの浮気らしい。いや、お前は不倫だろ。そう、マジでそう。てか、別れたらヤバくね？確か家賃とか払ってもらってたろ。それなんだけど、断ったらしい。どういうこと？あやの方から断ったって。浮気男に頼りたくないからって。へへ、自ら断ったのか？それでやっていけるのか？本人はかなり自信持ってたけど、私はヤバい気がする。金貸してとか言ってきたりして。それはやだ。貸す？貸すわけないじゃん。1ヶ月後。マイ、貯金いくらある？あれ？家賃払えなくてさ、代わりに払ってほしい。ごめん、それは無理。え、なんで？友達だよね。友達だからだよ。え？あやとはずっと友達でいたい。お金の貸し借りと桃鉄は友情が崩壊しちゃうからね。それはそうだけど。あやこそ貯金ゼロなの？うん、今まで入ってきたお金は全部使うようにしてたし、金明といた時はずっと払ってもらってた。財布役がいなくなったから出ていくばっかりで。なるほど。お店畳んだら？それはなんか負けた気がするの。お店大きくして金明を見返してやりたいの。でも借金苦なんだよね。うん、申請通るかわからないけど、銀行から融資してもらったら？お金貸してもらうってこと？うん、やり方わかんない。マイ、そういうの詳しい？いや、私もやったことないけど。そっか、とりあえず頑張ってみるね。うん。1ヶ月後。やばい、助けてマイ。何？今度はどうしたの？閉店しちゃった？バレた。何が？向こうの奥さんに不倫バレた。え？正確にはバレてたみたい。ずっと前から証拠取られてて、昨日いきなり弁護士と突撃してきた。え？マジ？うん、今までの使い込みとかで合計500万請求された。高すぎない？私も冗談と思ってたんだけど、向こうの弁護士がくれか調べてて、ネイルサロンの開業資金とその他いろいろ合わせての額なんだって。もう頭パニックでさ。向こうは離婚するの？そうみたい。マジ最悪。絶対バレないようにしてたのに。てかもう別れたんだから請求してくんなよって話だよね。ああ、もうありえない。舞はどう思う？ひどいと思うよね。確かにひどいね。だよね。あやが。え？ずっと思ってたことあるけど、今このタイミングだから言うね。まず不倫はダメだよね。刑事裁判では裁かれないけど、民事裁判ではしっかり裁かれるよね。何が違うの？それは。要は不倫って向こうの家庭を壊すよね。もう崩壊してたよ。だとしても離婚の決定打にはなったよね。それはそうだけど。だから今回はあやは悪いし、もちろん金明さんも悪い。だから慰謝料請求されるの。それとあやは経営センスないよ。え？だから手を出さない方がいい。でも私ネイル好きだよ。好きが全て仕事になるの？だったらこの世は YouTuber とプロ野球選手でいっぱいになるよね。仕事はあくまで仕事。消費者からお金をもらって物やサービスを対価として支払うの。あやがやってることは遊びの延長。まあそんなあやにサロンの店持たせる男も男だね。私が逆の立場なら絶対にしない。最後に言葉遣いと思いやり。あやはこの発言をしたら相手がどう思うとかそういうの考えずに発言するよね。あれ生きてて損するから絶対にやめた方がいいよ。そんなに言わなくて。ひどいよ。ごめん、なんか今まで思ってたことがそのまま全部出ちゃった。ずっとそんなこと思ってたの？うん、ごめんね。でも直した方がいいよ。もう手遅れかもだけど。わかった、直してみせる。だから舞は私を見てて。変化して変わっていく私を。ごめん、もう関わらないで。え？
これ以上ストレスためたくない。さようなら。後日談。こんばんは、舞です。この後本当にブロックして友人関係を断ちました。実際綾はまだ連絡を取れる人全員にお金を貸してくれないかと連絡して回ってたそうです。ついに返済期限が迫ってきて実家の両親に泣きついたそうです。両親は何かしらの保険を解約して500万を一括で返済したそうです。これは共通の友人から聞いた話ですが、今では実家に幽閉されて朝から晩まで働かされてるそうです。500万を両親に返すまでは給料を差し押さえされるそうです。金遣いの荒い綾にとっては刑務所同然の辛い毎日でしょう。ちなみに加賀屋温泉は最高でした。続いてが最後となります。男の気を引くためにストーカー被害をでっち上げた女のお話です。女が妄想の世界で生きています。それではご覧ください。和樹くん、今日もお疲れ様。バイト慣れてきたかな。早川さん、お疲れ様です。はい、だいぶ慣れてきました。前から思ってたんだけど、敬語じゃなくていいよ。そうですか。だってお互いじゃん。大学は別々だけど、それに同い年だし。確かにそれは。でしょ。私が先にバイトに入っただけで、年は同じだからタメ口でいいよ。じゃあタメ口で言ってみる。うん、ありがとう。それに私、和樹くん推してるし。ん、推し？顔で言ったらかなりタイプだよ。ねえ、マジ？付き合いたいって言ったら？ごめん、彼女いるから。わかってるって、冗談に決まってんじゃん。なんだ、びっくりした。可愛い顔はしてると思うけど、さすがに彼女持ちは対象外だよ。他人の幸せ奪ってまで自分が幸せになりたいとは思わない。それに彼氏は別れたら怖くなるし。え、なんかあったの？元彼がね、怖くて。ああ、たまに話に出てくるよね。まだ LINE 来てたりするの？3日に1回くらい来るかな。会いたいとか言ってくる。結構引きずってんだな。なんでなのかな。私ってブスじゃん。他にもいっぱいいるだろうに。早川さん、ブスじゃないでしょ。え、なんか嬉しい。 LINE はブロックしてないの？したらしたで怖いよ。バイト先とか来たら嫌だし。確かに。てかそれだけ粘着質なのにバイト先には来ないんだな。なんなんだろうね。また困った時 LINE していい？私頼れる人いなくてさ。うん、俺で力になれるなら。ありがとう。可愛い上に優しいんだね。私の元彼も優しかったらな。30分後。まゆー、バイト終わった。かずき、お疲れ。私も今終わって電車乗ってる。まゆもお疲れさん。明日のデートが楽しみ。なんなら今から会いたい。え、会いたい。やった、俺の家来る。うん、ちょうど方向同じだし。親にはなんて言う？ママに和樹と会うって言う。パパにバレるかもよ。パパは出張だから帰ってこない。ママには口止めしてもらう。バレませんように。パパには彼氏いないって言ってるし、バレたら超嫉妬しちゃう。本当にマユのこと大好きだもんな。超がつくほどの親バカだよ。愛されてるってことじゃん。私は和樹に愛されたいの。もう愛してるよ。やめて。電車でにやけた。かわいい。うざい。お腹とか空いてる？すっごい空いてる。スーパーで何か買って家で食べよう。俺料理のスキル上がったから。食べさせてくれるの？うん、バイトで腕上げたから。はーい。翌日。和樹くん、インスタ見たよ。一人暮らしなのに料理するんだ。私が作ったまかない足りなかった？彼女が家に来たから作ってあげた。一人の時は基本コンビニ飯。あ、彼女が来たんだね。うん、今度私も食べたいから作ってほしいな。シフトかぶった時かな。うん、それでもいい。てか彼女の写真見せてほしいな。嫌だよ。なんで？どうせ可愛いんでしょ。まあ可愛いな。見たい見たい。嫌だって。本当にダメ？楽に見てどうするの？単純に気になる。いや、それはさすがに。で、冗談はここまでにして、結構やばいことになってるからちょっと相談いいかな。ん？何の相談？元彼がストーカーしてきた。え、元彼が？昨日シフトが終わって家帰ってたら後ろから気配感じたんだ。振り向いたら誰もいなかったけど、家に帰って LINE 見たら、夜道で一人は危ないよって元彼から LINE 入ってた。え、マジ？もう怖いよ。怖くて一人で帰れない。どうしたらいいかな。
警察行く？ネットで検索したんだけど、実害ない場合は動かないって。それにことを荒立てたくないの。できれば穏便に済ませたい。なるほど。親に送り迎えしてもらえば。親に相談できないよ。それに共働きだから頼めない。じゃあ店長に相談かな。相談しても聞いてくれないよ。私好かれてないし。どうしたらいいんだろうな。和樹くんはダメかな。俺が？シフトかぶってる時でいいから家まで送ってほしい。なるほど。他に頼める人がいないの。私も夜とか不安で寝れないし、何も見返りとか求めないし、一回だけでいいから。一回だけ？男と歩いてるところを見せて、新彼氏がいるように見せたら元彼も諦めると思うの。どうかお願いします。一旦彼女に聞いてみていい？そうなるよね。それでダメって言われたらまた別の方法考えよう。はい。翌日。まゆ、昨日はありがとう。今いいかな？どうしたの、かずき？昨日ちょっと話した人いるじゃん。バイト先の先輩で元彼に悩んでる人。かずきを推してる早川さんだよね。そうそう。その人が帰り道ストーカーに会ってて。その対策として俺と一緒に帰りたいってそう言ってるんだけど、どう思う？なんか嫌かも。やっぱそうだよな。もちろん早川さんは心配だけど、和樹の顔好きって言っててさ、一緒に帰ってほしいって、それ完全に口実にしてるよね。考えたくないけどそう思うよな。やっぱ断るしかないよな。それか3人でならいいよ。3人？そう、私も含めて3人なら一緒に帰ってあげてもいいよ。時間帯合うかな？私の方が基本早く終わるし、そっちのバイト先まで遠くないし、和樹といる時間増えるし、私なら全然負担じゃないよ。オッケー、それで提案してみる。うん、ありがとう。10分後。帰り道を送っていく件だけど。うん。できることになったよ。ね、本当？嬉しい。でも条件付き。条件付き？俺の彼女も一緒についてくる。これならいいって。それって3人で帰るってこと？そう。それじゃ意味ないよ。え、なんで？新彼氏ができたってことにしないと元彼が諦めてくれないもん。それはそうかもだけど、一人で帰るよりマシでしょ？それはそうだけど。何かあったら警察呼ぶし、二人より三人の方が安心だよ。違う、そうじゃないよ。明日のバイトの後はどうする？二人がいい。それは無理だって。なんで？一緒に帰るだけじゃん。彼女がダメって言ったからね。私がどうなってもいいの？元彼が怖いって言ってんの。怒ってる？怒ってない。とりあえず明日はどうする？必要なら彼女を呼ぶけど。彼女さんはいらない。じゃあ一人で帰れるんだね。それは不安かも。もう一度言っておくけど、俺は二人っきりでは帰らないよ。ストーカーが怖いなら三人で帰ろう。天使みたいな悪魔だね。ん？何が？優しそうに見えるのに中身はすごく残酷なんだね。結構寄り添ってるつもりだけど。どこが？私がかわいそうに見えないの？何かあったらどうしてくれるの？俺もそれが怖いよ。だから一緒に帰ろうって提案してるんだけど。なんで彼女がついてくるの？彼氏ができたって伝えないと元彼は諦めてくれないの？ずっと話が平行線だね。とりあえず彼女にはなしって伝えるね。うん、すごく残念。和樹くんがこんな人だなんて。辛いよ。なんで私だけこんなに。神様って確実にいないよね。だってこんなに不平等なんだもん。本当生きていくの辛い。10分後。今早川さんとのスクショ送った。見た。なんで急に読んでんの？わかんない。てか絶対和樹のこと好きじゃん。そうかもな。二人で帰れなくてイライラしてる。俺の目にもそう映ったわ。ってことだから明日はなしです。なんか怪しいから私行くわ。え、マジで？俺二人では帰らないよ絶対。いや、そうじゃなくて、私の予想が正しかったらって。この話は会ってからする。うん。じゃあこっちのバイト終わったらすぐにそっちに向かうね。オッケー。6時間後。お疲れ早川さん。無事家に帰れたかな？今さら心配しないでよ。大変な目に遭ったのに。え、何かあったの？家に入る前に抱きつかれて無理やりキスされた。なんとか振り切ったけど、今すごく心にダメージ残ってる。今もずっと LINE 入ってる。彼氏いないならやり直せって。やっぱり一人で帰るの怖いし。
彼氏の存在は必要だし、明日からでもいいから私と二人で帰ってほしい。お願いします。早川さん。何？ずっと怪しいと思ってたけど、実はいないんだろ、ストーカーなんて。え？全部自作自演だよね。そんなわけないじゃん。何言ってんの？じゃあ元彼との LINE 見せてよ。スクショして俺に送ってみて。やだ。なんで？見せたくないから。見せられないからじゃなくて？何を根拠にそんなこと言うの？こんなの自分で言いたくないけど、俺のこと好きだよね。は？俺の気を引きたくて、それで嘘の被害を言ってんだよね。違う、そんなことない。じゃあトーク履歴見せてよ。全部消したから記録ない。どんどん来てるんじゃないの？今ブロックしたからない。あっそう、言い訳が苦しいね。逆に言うけどさ、私がストーカーに会ってないっていう、そういう証拠はないよね。私が被害に苦しんでるのに嘘とかでっち上げとか言って、本当に人の心を持ってるの？私が和樹くんを好き？勘違いしないでよ。ちょっと見た目を褒めたからって好きになられたと思わないで。証拠もないのに私を批判しないで。証拠ならあるよ。え？実は今日彼女と二人でつけてた。は？バイト先から家まで帰る早川さんを後ろからずっとついて行ってたよ。は？彼女が怪しいって言ってて、それを信じてつけてよかったよ。家の前で襲われた？キスされた？俺らはずっと見てたけど、家に帰るまで何もなかったよね。後ろからつけてたとか趣味悪。嘘つきも相当だと思うよ。ってことでもういいよね。ストーカー被害はなかったんだし。待って、一つだけ訂正させて。何？好きじゃないなんて嘘なの。本当は和樹くんが好きなの。好きで好きでたまらないの。でも彼女がいるから、だからあんな嘘ついちゃったの。もし今の彼女と別れそうなら、私が付き合ってあげる。ねえ、どうかな？心配しなくても、とっても仲良しです。別れる予定もないし、もし別れたとしても早川さんには頼まないかな。なんでよ。俺、嘘つく女は無理なんだ。そんな。明後日もシフト同じだけど、今まで通りで接していくね。はい。じゃあバイバイ。後日談。こんばんは、西村和樹です。翌日から早川さんからの必要なお誘いは来なくなりました。それにしても女性の嗅覚ってすごいですね。僕は本当に元彼がストーカーしてると思ってました。自分の利益のためなら平気で嘘つくのがなんか怖くなりました。ちなみにこの嘘つき事件は誰にも喋ることなく、僕ら3人だけしか知らないことになってます。面白い話ですが、これ以上恨みを買うのが怖いのでね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。以上、ヤバい女シリーズでした。今後も定期的に総集編を更新していきます。今後どんな総集編が見たいか、コメント欄に書いていただけると助かります。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。